見ろ、あのワッパはただのふぬけではないぞ。早く何とかして。みんな逃げたぞ。まあこんなに、よく辛抱しました。ちょっと目をつぶって。さあ、はい、元のところへ戻しておきなさい。どなたか中におられるのかな。中にいる御仁に申し上げる。いかなる事情があろうとも、年半をいかぬ子供が刀など持ち出しては危険せんば、十分にご注意召され。ごめん。病人だ。弥平、良安先生を呼べ。急げ。はい。そなたの父か。あなた、そなた、この魚は父上に食べさせようと、それでぶたれても蹴られても辛抱したのですね。もう心配ありません。おば様がついてます。いかがでしょう、先生。食あたりかと思われるが、それにしてはどうか。いずれにしろ一利用術は様子を見ぬことには。旦那様、これをご覧くださいませ。この釣り糸は魔能でございます。魔能？はい。波の子であったらまた母親の父を恋しがる年頃だというのに、大した子供でございますな。お医者様が来てくださったから、もう何も心配することはないんですよ。はい、お食べなさい。どうしたのです？いただきます。どうしたのでしょう、今頃。気がつかれた。いかがなされた。これお世話になり申した。なりません。待たれ。その体でどこへ行かれる。あの金がそれがしを呼んでおる。何？ゆえあって四角道を貫く者、お止めくださるな。じゃん。大五郎、ここで待っておれ。くれないぞ。あそこで何を。そうか。何か。この金だ。長く短く、そして止まり、短く長く、そして止まる。まさしく戦金のうちかと。浦屋優、岩根兵庫。我ら屋優がお手前の命を申し受けるいわれ、
その胸が存じておろう。いかにも国見峠で我が部下を三名まで倒した修練一応見事と褒めておこう。だが我らの前ではまだまだ未熟。その証拠に抜けるかと、その今にもつきんとする気力、その苗た腕で剣が抜けるか。さればせめてもの武士の情け、解釈つかまつぞ。腹を召され。せっかくのご好意ながら、尾上一党生も死もただ時の定めと心得ておる。自らの手で命を絶つ意志はござらん。やむを得ぬ。では参る。Thank you.